歌う船は、アン・マキャフリーが1961年に発表した SF 短編小説。また、1969年に発売された短編集。本作の世界観を踏襲した歌う船シリーズが展開されている。人類が太陽系外宇宙にまで進出した中央諸世界と呼ばれる未来世界。新生児は体に異常があっても脳波系テストの結果。 精神的、知能的に問題がないと判断された場合は、各人として生きることを新生児の親が選択することができた。機械類と脳神経を接続し、機械を手足のように操る一種の細胞具である。頭脳戦と呼ばれる宇宙戦、偵察戦 XH-834 号となった少女、ヘルバを主人公とした連作が短編集としての本作であり、 シリーズ連作には、宇宙船ではなく都市制御コンピュータに接続され、都市そのものを自分の手足や感覚器とする空人も登場する。本作は、ダナ・ハラウェイが1984年に発表した、論文、サイボーグ宣言に強い影響を与えた。重症障害神聖治であってもブレインマシン、インターフェースを用いて、社会に溶け込んでいる本作を、生き物と機械との二元論を超えた。 社会性と評価する向きもある。大森望は、女の子が宇宙船の体を持つという本作の、設定を、画期的なヒロイン像と、本作以降、日本のライトノベル、漫画、アニメで、同様の設定を持つ作品を生むことになり、当たり前になったことを表している。池澤春菜は、本作の中心を、宇宙船の体を持った女の子による、自分が孤独であるかもしれない、 他者との交換があるのかという感情や気持ちにあるとし、職業婦人としての気概がありながらも、最終的には、ラブロマンスとして成立することを表し、東京草原社創立60周年記念の一環として、おすすめ SF 小説に本作を推している。偵察船 XH-834 号となったヘルバは、ジェナンという若者を相棒に選び、 JH-834 号として医務局の仕事に就いた。様々な任務をこなすうちに JH-834 号はいつしか歌う船のあだ名で呼ばれるようになっていた。ある時、新しい植民整形であるラベル整形の構成ラベルが不安定になった。惑星の一つの住民の疎開が終わっていたが、もう一つの惑星は入植者の疎開が、 進んでいなかったため、JH-834 号は疎開を行う任につく。残った入職者たちは経験で瞑想生活を送るために移住しており、構成、ラベルの変化も単なる自然現象と認識していた。疎開作業は難航を極めたが、最後に残ったある女子修道院の修道女たちをどうにかして説得することに成功する。船内は、 満室状態で、ジェナンは3人の修道所と共に、宇宙服を着たままエアロックに残った。しかし、説得に時間がかかったことで、JH-834 号は、構成、ラベルの熱波にさらされてしまう。エアロックの室温はみるみる上がり、錯乱した修道所たちを抑えようとした、ジェナンの宇宙服の冷却装置が故障してしまった。ヘルバには何もできず、ジェナンは、 死んでしまった。基地に帰還したヘルバ・ハジェナンの亡骸が自分の船内から運び出され埋葬されるのを見守るのだった。ジェナンの葬儀を終えたヘルバに新しい任務を与えられる。物理療法師シオダを連れて惑星版ゴッホに赴き宇宙病の生存者の社会復帰計画に助力することだった。宇宙病は筋力が極端に低下して、 まぶたを動かすにも途方もない労力が必要となる症状だった。投薬も手術も効果はなく、筋肉の動かし方を再び覚え込ませる物理、両方だけが効果を望めた。塩田は、かつて別の惑星で、同じ宇宙病が流行した時に、家族全てを失っていたのだった。自分だけが生き残ったことの無力さと悲しみを、忘れるために、物理療法士として生きてきた塩田は、 自分と同じように、ジェナンを失ったヘルバの悲しみも理解した。任務を完了したヘルバは、塩田によって悲しみを癒され、新しい任務へと向かうのだった。新婚2年目で夫を失ったキラが新たなブルーンとして配属され、ヘルバは KH-834 号となった。キラとの最初の任務は、種族維持長からの依頼。の住民と類似した。 遺伝子型を有する受精卵10万個を各成型から集め運ぶコウの取り作戦であった。惑星アリオスから1万5千の受精卵を提供すると連絡を受けた KH-834 号は惑星アリオスへ向かうが様子がおかしい。惑星アリオスは過酷な環境から死が最大の祝福という思想になっており、 KH-834 号が運んでいる受精卵を祝福するために騙していたのだった。その信仰の中心となっていたのが、伴侶をなくし作乱して放浪船となって行くへ知れずだった732号だった。ヘルバは緊急事態として、中央書世界から732号の金属核を開くパスワードを聞き出し、これを唱え、 キラが732号に麻酔薬を流し込んで732号を葬った。3年にわたるコウの取り作戦が終了した。メタンイコールアンモニアの大気を持つベータコルビ第6惑星に未知の知的生命体が発見され、ベータコルビ人の持つ超技術を中央諸世界は保した。ベータコルビ人が攻撃の対象として保したのは芝居、演劇であった。ヘルバは、 俳優たちを乗せてベータコルビ第6惑星へ向かう。途中、ヘルバがシェイクスピアの戯曲についても詳しいことを知った俳優の勧めでヘルバも芝居の稽古に参加することになった。ベータコルビ第6惑星ではベータコルビ人の精神定位装置によってヘルバたちはベータコルビ人の体に乗り移ってロミオとジュリエットの稽古を行った。新しくヘルバが選んだ筋肉テロンは 最近4隻も謎の失踪事件を起こしているということで頭脳船を信用していなかった。薬品の輸送任務の際に関西党を通じてジクソン一行が乗船許可を求めてきた。ヘルバは断ったが規則を守ることを重視するて論は乗船許可が関西党からの正式な通知だということからこれを許してしまう。船内に入ってきたジクソン一行は テロンを殴り倒し、ヘルバの金属核を開く極秘のパスワードを唱えた。これまでの頭脳戦の失踪は、ジクソン一行の仕業だったのだ。感覚が遮断されていたヘルバだったが、視覚と聴覚が回復する。ヘルバが歌う船だと知ったジクソンが、ヘルバを自分のコレクションに加えようとしたためだった。音の様子からジクソンたちが天然の洞窟の中にいることに気づいたヘルバは、 ジクソンに壊れて消耗座の俗用を歌う際に超音波を洞窟内に反響させてジクソン一行を殺害。この苦境から脱することに成功した。ヘルバたち各人の金属核を開くパスワードの管理は厳重になり、ヘルバが収められている金属核には独立した感覚器が備えられることになった。ヘルバは違約金を支払ってテロンを追い払ったが、 失踪事件解決の報奨金はヘルバの負債を完済するに十分な金額であった。基地へ帰ってきたヘルバに返済の支払いが完了しないうちはまだ基地に所属していることになると新しい任務の話が持ち上がる。それはベータコルビ人の技術で作られた新型機関の搭載試験と新型機関の制御方法をベータコルビ人から聞き出すことであった。 新型機関を搭載した最初の実験機は暴走して遠くまで行ってしまい中央所世界に戻ってくるのまで9年はかかる計算だった。中央所世界が製造した機関に何か問題があるのか宇宙船に搭載した状態でベータ・コルビジムにアドバイスをもらう必要があった。ヘルバは任務を引き受ける条件として筋肉にナイアルパロランを指名する。パロランは ヘルバを単なる宇宙船などのものではなく、一人の人間として見てくれていたからだった。しかし、パロランは逃げ出し、行方不明となってしまう。新型機関の搭載が終わったヘルバは、ナイアルパロランを乗せてベータコルビ第6惑星へ向かう。ベータコルビ第6惑星で、ヘルバは、パロランと共に、精神定位装置でベータコルビ人の体に乗り移り、 新型機関の問題点と対処法を教わった。パロランは自分と同じ肉体を得たヘルバに換気し、触れ合った。ほんの瞬間であったが、ヘルバとパロランは股換を共有し、一体となっていた。回収された新型機関は順調に動作し、ヘルバとパロランは基地へと機関の戸に着いた。この短編は、早川文庫 SF1326。 遥かなる地平にに収録されている。時は流れ、すでにナイアル・パロランは老衰で死亡していた。ヘルバはパロランのホログラフィーを映し、悲しみと後悔を紛らわしていた。ヘルバは再びラベル生形での事件に巻き込まれる。かつてジェナンが命を落として救った人々の子孫が住む、ラベルという同じ名前を持つ生形に略奪民族コルナー人の艦隊が迫っていたのだ。 そして、事件の解決後、パロランの葬儀が基地で行われた。ヘルバハパロランの死を受け入れ、ホログラフィーを消したのだった。放題、現代、初出死、初出年、ありがとうございます。